最近なんだか毎日楽しい。仕事は今まで通りっていうか、今まで以上に大変。なかなか成果も出ないし、頑張ってるからって言ってすぐに結果が出てるわけでもない。だから、前以上に仕事したとしても、前以上の結果はまだ出せずにいる。でも、もしかしたらそれが楽しいのかもしれない。人間だから、やっぱり何かがうまくいかなかったり、 すぐに結果が出なかったりすれば、もどかしい気持ちになることってあると思うよ。でも、そういうもどかしい気持ちって、これから何かしようって思ったり、目標を達成したいって思ったりする原動力になるって思うんだよ。昔だったら、苦しくて辛くて毎日文句ばっかり言ってたと思う。でも、 今は割と割り切ってるっていうか、しょうがないって思えるようになってきた。ずっとジャンプはしていられない。ジャンプする前にはどこかでためが必要なの。もっと高く飛ぶためには、もっと長いためが必要なんだよ。それが今なんじゃないかなって私は思ってる。ここで諦めるのは簡単。でも、多分ここで諦めたら、今のためが無駄になっちゃう。 そして、ジャンプもせずに終わっちゃう。それは絶対に嫌。きっと将来に後悔を残すことになっちゃうから。今までそんな風にして諦めたことは何度かある。でも、もう諦めることはしたくない。今私がしてる仕事は、たくさんの人に喜びや幸せを届けられる仕事。 本当にやりがいのある仕事なんだ。だから、私が頑張れば頑張るほど、もっと多くの人たちに私たちの思いが届けられるんだよ。今やめるのは簡単。やめないのは辛い道なのかもしれない。でも、辛い道を経験すれば、いつかきっと、それはそれで誰かの役に立つ日が来るかもしれない。そして、 同じように辛い道を歩いてる人の気持ちが少しでもわかるようになるかもしれない。私はそんな人になりたい。だから、今辛いのもきっと成長の過程なんだなって思えるから毎日が楽しいんだと思う。